あるのであれば、今日はまあ一人用の時はもう、結構いろいろ収穫はそれぞれのゲームにあったような気はするから、新しい、収穫はあったような気がする。そういうの大事だからね。恐ろしいでしょ、この位置にいる男。怖いでしょ、逆の意味で。ストーカーかと思った。違う違う、センスの塊。離れた位置取りを取れば、戦いやすくなる。特に救助面が。分散してる方が救助し、誰かが行けばいい。偏りがある時がダメよ。実は序盤。調整してた。そっちはきついわ。飛び込む。よし。こっちに来いと念じてね。その二人早くつけて回復し合って。じゃあ任せてもらう。状態立て直してもらわないと。悪化する一頭だぶってる。申し訳ない。今日行かないと。おい、こっち来てくんねえか。あ、じゃあ行ってよ。俺はもう間に合わない。この、でもさ、最初の人は恨むなよ。理由があるんだよ。できれば来てほしいんだよな。いやー、もう、絶望するよなー。治療しきらなきゃ何もできねえっつうんだろ？治療しなきゃ。もうさ。もうさ、お荷物以外の何にもなくてさ、あんなに3連でなってみろ、直線上に。俺のやってるプレイ何も間違ってねえぞ。2人見捨てんの？生きてなければ何の意味もねえだろ。意味もねえから治療でいいよ。来る可能性が高いからもう、治療だ、治療。来てる来てる。こいつは、この格好のやつってもうキャンプトンネルしかしねえよな。やってることがもうキャンプトンだからな、こいつら。キャンプトンネルしかしないから、急がなきゃいけない。全然理解してねえから。でキャントンでずっと食らって能天気にやってるやつらとかいるから、キャンプトンネルしかしないレベルだから。俺の責任になってんだね、もう。二人で治療しないと間に合わない。間に合わねえっつうの。キャンプトンネルだっつってんの。ダメだな、センスねえやつってよ。キャントンだっつってんのに言うこと聞かないし。つまんないことをやっている。キラー自体が、
状況見えねえやつってさ、一緒に回さなきゃダメだと思ってんだろうな。これあれファインプレーだからね。あのプレーってもう神業レベルよ。こっちか。やらかした。チーム全体の勝利が求めているの。勝利。本当に世界の女性が惚れるのは人助けするやつか。心を鬼にしてもチームの勝利を選んだやつの方が素敵じゃないのか。人を助けていい人になろうとするんじゃない。何と言われてもチームのために俺は駆け抜ける。何と言われても俺は勝つ。これやこれやヒールちゃん。よしよし、いい人になるんじゃない。チームが求めてるのは一緒。確定させる。それでもあとは消化試合。あとはみんな伸び伸びでいる。これが抜けたから、あとは意地の張り合い。ああ、楽しかったですね。はい。状況判断。最後の発電機にたどり着ける力。7代目、そして8代目、そこにいつも。